少しびっくりはしたんですけど、まあやっぱりなっていう気持ちもありました。丸山動物園の熱帯鳥類館で飼育されている色鮮やかなオニオオハシ。2013年にやってきたメスのポコとオスのトトはつがいとして業者から購入しました。こちらはトトがメスのポコに餌を食べさせる求愛行動の様子。そのためヒナの誕生も期待されていましたが、メスだったんですよ。びっくりですね。オニオハシ大好きで、服がオニオハシ柄です。本当だ、オニオハシ。丸山動物園は先週木曜日、トトがオスではなくメスだったと発表しました。毎年今まではそこで産卵をしています。1羽あたりだいたい2から4個卵を産むんですけど、昨年は6個の産卵を確認しています。1羽が産む量にしては多いかなという印象です。卵を産むようになった2016年以降、すべて無精卵だったことから、去年カメラを設置して観察することに。するとトトが産卵しているような様子が撮影されたため、 DNA 検査を行ったところ、メスであることが分かりました。こうしたオスとメスの間違いは過去にも。2010年にはオスとして飼育されていたライオンの元気にたてがみが生えてこず、メスと判明。逆にメスだと思われていたエゾシカの歩みには角が生えてきてオスであることが分かりました。見た目で性別を判断するのが難しい動物たち、なぜ最初に DNA 検査をしないのでしょうか。一応ペアということで購入していることだったり、あとはその輸送のストレスとかも考慮して捕獲をして検査をするということはなかったようです。メス同士だったポコとトト、今後も展示は続けますが、繁殖のため他の動物園にいるオスとの交換も検討しているということです。